Welcome to シュリちゃん。どうもシュリです。行きましょう。ちょっとだけミッションやったかな。カジュアル、カジュアル。あれ変えられないんだね。ちょっとだけミッションやりました。あ、ミッションじゃねえ、アリーナ。けどやっぱあれだね、なんだか、なんとかバズーカ、アトミックバズーカのアリーナし大きいなっていう、ポイントにだいぶ差が出る感じがしました。色をちょっと変えましたよ、赤ベースに。どうアラバタ、調子は良好だ。しばらく会わないうちに、今も手を挙げたようだ。ほほほ、わかる。もちろんだ。あおいしょ。はい。ただね、アリーナって言うとわかるんだけど、結構ね、動きがこいつワンパターンになりがちだね。アリーナまで行くとね。だから早くあれかもしれないね、違うスキルが。後ろ向きながらブーストしてますね。スキルね、確認して、何したっけな。ハンマー2つ。リーダー機が出てきたよ。 X だから、頭の上から撃ち抜く。はい、お、そんなこと言ったら DKX のレア、あ、レジェンド、やってみー。まあだけどやっぱりあっちの方がいいのがだよね。アリーナの、あ、アリーナの方がレベルが高いんだよ。アイテムのね、モノリスのバリアが剥がれた。受けてみろ。お、来た。負けられない。やっ、3点。12万。この人強い。いけるぞ。当たって。私のパーツどこ？やだ！ああ、私のパーツ！せや。お、またレアです。レジャー。やったね。けれどカジュアルでもこれ勝てですね。当てる。ここを他のにも変えてもいいかな。いや、これ自体はいい付けなんですけど、ダメージが一定で落ちそうから。
型も欲しいよね。クリアしたら出せるのかな。多分クリアでしょうね。さらに上からでも飛ぶのか。どうした？終わりか。終わりか。ちゃちゃっと行きましょう。ちゃちゃっとクリアするんだ。ガッチリやってるからね、本当に。敵が現れたぞ。あっ、なんだこれ。マーク2だ。マーク2マーク2ね。絶対消せない。マーク分かんない。飛んでこいと。だけど150機体って出る機体は150機体らしいですね。だから全部私が何度も言ってバクーとかラボとかは外れた。抽選漏れ人気ねえのかな。絶対スピーガンとか出てんだよ。V ダッシュ。抜けてみろ。アサルトですよ。光の翼。アクセジェン。今後増えるのかな。アップデートするしね。まあ、だけど機体作るの大変だもん。あ、もう作るの大変だかな。え、だけど DLC でやったら売れんじゃねえのかな。それこそ DOA のさ、デッドアライブのなんか服とかよりもよっぽどこっちの方がモーションとか作んなきゃいけないから大変だろうって。もちろんそれはあの技術的な部分はあると思うんですけど、みんな期待するとこだよ。あの機体はみたいな。なってもウェイ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 。マジかね。マジか。受けてみろ。まだだ。回収しないと。
便利だけど、他のを育てるんですよ。使うが使うほど育てられるんですよ。多いなと思いますけど、あの機体、あの機体っていうのもいないわけですよ。すげえやっぱスタンガーダウンなど出てないの、出ないからね。メルバタとかね、ザクの話だと、まあ、ザク2型でいくのかな。モノリスのバリア消失、外さない。どうなんでしょうね。アンケートとか取るか。いや、取らねえな。正々堂々返すしかない。そうだ。さあ。やっ。大事になった。回収しないと。からです。やっ。セーフのワード動かないでよ。やるな。アックとかも出てない。いや出てない機体を言い出したら結構あるんですけど、負けません。スペルライダー、そー、トリア、終わったかな。当たって、もう一息だ。耐性を、当たってやるのか。終わった。進みましょう。アーマーシュナイダー、行くぞ。ガチャ。そういえば覚醒が月光町ではないですね、今ね。これユリコの音ですね。ガオンで散々聞いたから、まだ聞いてないけど。
外しただと天眼さらば詐欺となれトルネードファーバリアが剥がれた終了この調子で次も頑張ろう金がね、やっぱあれじゃないと溜まりにくいんだよね。そのマグネットコーティングじゃなくてアトミックバズーカ。出なんぞ。よく出るねこれね。あ、ちょっと微妙やな。微妙。インテンションオートマチックシステムユニコーン。オフサイクルフレーム。あ、これいいんじゃない？足のレジェンダー来た。なかったなかなか足出ないんだよ。結構上が出るようになりましたね。はい、あの回転を外しましょう。他を経験値上げたい。せっかくやるならこれ自体はすごくいいんですよ。性能はいいんですけど他を上げたいんで。使えば使うほど上がる。これにしよう。スペクトラルショット。ゲームスこれね、ゲールスパイクミリオンスパイクすげえ使える。月光中ガーディアン。覚醒効果時間長い。これでいい。回復ついでに。胸が出ないね。あ、あってやっと足は出ましたね。だね。意外とないんですよ。腕がすげえこう取れるのか。で、腕はたくさんあるんですけどね。あ、そうじゃない。足、頭か。メタル頭が悪い。はい、そんな感じでした。次はストーリーをガンガン進めていきますぞよ。ずるぞよ誰だ。それじゃあまた次回シルビチャンネルでお会いしましょう。シルビでした。